こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様、そして吉田さん、やっぱりコンテンツビジネスは最強ですね。私は今回コンテンツビジネスの恩恵をそれほど受けたってわけではないですけども、一つね、大きなことに気づいたというか確信を持ちました。それはですね、情報の速度。テレビメディアとか政府の発表はよく人がゴテゴテって言いますけども、ゴテぐらいですね。今回の世界中の事件の件も、私11月の下旬ぐらいに YouTube で発信し始めたんですよ。で、私がなんで YouTube で発信し始めたかっていうと、そういう YouTube を見たからなんですよ。で、12月とかはかなり熱を上げて、私はその危険度とか警戒するべきっていうふうなね、YouTube 発信をしていましたし、それから場合によっては足りなくなるものがあるよっていうふうな順番で、マスクとかね、消毒液とか紙製品とかっていうお話をしたんですよ。で、食料の備蓄も万が一の時のためにやっておきましょうみたいなことを自分の自宅の備蓄とともにお届けしたのと、プラスこういうことは別に今回の件があるからやるわけじゃなくて、東日本大震災とか阪神淡路大震災の時にやるべきだったでしょってことをいつものように申し上げました。失礼しました。で、1月に入ってもなかなかね、世の中的には平和そのもので、私はね、危機感が足りないなと思いました。それで YouTube の発信を毎日するようになりました。そうするとですね、どこからか私の YouTube が広告が落ちるようになってきて、あれ?と思って2月、もう毎日のように連日テレビで報道され始めた頃、 YouTube の世界もその話で持ちきりでね、私はまあ放送しないわけではなかったんですけども、そんなにやらなくなりました。もう自分以外の人がこれだけやってんだったらいいかって感じでですね、そんな感じでね、政府が後手っていう前に YouTube がすごいですよ。プリンセスダイヤモンドの中に入って YouTube を上げた岩田医師っていう方がね、いらっしゃったと思いますけども、結局失礼しました。結局あの人も YouTube で世界中に発信したんですよね。で、武漢現地の方も結局は YouTube で発信して、それをテレビメディアとかニュースソースが後追いするって形でした。そのもっと後に日本政府が動くって感じで、一番後ろなんですよね、政府の動きっていうのは。で、どちらかというと多くの人が認識したことを放送するのが政府になってきてるかなと思うんですよ。政治主導がありじゃなくて、先手ではなくて、もうみんな知ってるよとかね、もうみんなそれね、ずっと待ってたよみたいなことをやっとやるみたいな感じですかね。だから今回テレビを見てティッシュが売り切れだとかいう人もいましたけども、全然分かってないなと思いましたね。ティッシュとかトイレットペーパーって、1万円あったら大抵の人が一つのお店を買い占めることができるんですよ。で、金額が安くてかさばってますからね。だから1万円持ってトイレットロールをね、30個でも買えばものすごく売れたように感じるんですよ。で、それをそういう転売屋さんがね、100人ぐらい集まるチームがあるんですよ、その転売クジラっていうのが。その転売クジラがこういう風な社会不安に乗じて、よし、ティッシュを買い占めようぜっていう風に連絡すると、全国で100店舗ぐらいの店舗からトイレットペーパーが消えるんですよね。もう全部引き上げられちゃって、売り切れちゃって、で、しかもそこにテレビに取材を行った方がいいですよって連絡するんですよ。で、プラス YouTube で今トイレットペーパーが足りないとか、食料の備蓄をするべきみたいな動画をたくさん上げるんですよ。で、しかもそれを外注して、こういう動画いっぱい作ってって感じでやるんで、 YouTube もそういう風なムーブメントができて、で、現状よく知らない人が YouTube 見てやばいかもしれないと思って、あとは市場が勝手にそういった狼狽した人があらゆる店舗からトイレットペーパー、ティッシュペーパーを買い上げるって感じですよね。今の時代ね、本当に少ない人数で効果的に、商品買い占めっていうのを演出することができるんですよ。最初の100個ぐらい買い占めたら、あとは自動的に市場が品薄かもしれないっていう勘違いを起こしてなくなるんですよね。だから情報遅いと、そういうふうな取り合いに巻き込まれちゃうなと思います。そう思うんでね、やっぱり、インターネットを使うことってのは最強だなと。特に発信してると、
あの仕掛けてる人の発信の裏側も分かるんでね。でちなみに今話したあの炎上系転売や転売クジラみたいな方法、こういうの全部パッケージにして情報商材にして売ってる人もいます。その人が一番賢いかなと思うんですよね。だから物を仕入れて売ってる、でしかも嫌われるマスクの転売屋さんとか最悪なんですよ。一番底辺で駆け出しなんですよ、ああいう人は。一番分かりやすいというかね、一番真似しやすいというか。でその人も情報商材を買ったり、どっかの塾入って転売ってのを教わってそれをやってるんですよ。単なるあの流通の邪魔をしてるだけだと思うんですよね、こういう人たちは。まあよくね、ちょっとついでなんで言いますけども、よくね、転売をしてる人が自己正当化するために自分たちは商社と同じことをしてるんだとか、本当に必要な人のために、商品を買ってね、その人に届けてるんだって言いますけども、これ全然違うんですよ。実はあの商社っていうのは売れるかどうか分かんない、安全性も確かめられないようなものを探しに行って、いろんなものを購買比較して検討しながら何ヶ月もかけて一つの商品を仕入れて、そして販売ルートに載せるんですよね。そこに絶え間ない交渉とか、それから駆け引きとか、それから調査費用とかかかってるわけなんですよ。すごい投資してるわけなんですよ。で1個の商品が選ばれるわけなんですよね。で選ばれた商品を今度は営業の方が販売店さんにお願いに行くんですよね。この全てのプロセスをするのが転売なんですよ。だからそれに比べると、その辺の誰でも買えるところに行ってガサッと買ってきて、で売れそうなところに乗っけるっていうのは、まあ転売ではないとは言いませんけども、転売の中では一番短絡的で過当競争が起きやすくって、結局永遠にそれをやんないといけなくなっちゃうんですよ。だから転売屋さんで転売だけで生き延びてる人ってあんまりいなくって、それに比べるとね、吉田さんがやってるのはコンテンツビジネスって、ネタをいくらでも買いながら永遠にそれが続くんですよね。だからすごいなと思います。億万長者になる秘訣ですよね。でライブ動画とかもね、繰り返し売れますしね。で売ったのをプレゼントにもできるし、本当最高だと思いますよ。素晴らしいと思います。それでは今回はね、以上ですね。あんまり喋りすぎてちょっと今日は喉が痛いですね。ありがとうございます。